こんにちは。はい、今日も元気に姿やれをお送りしていきます。はい、今日ご紹介したのはこちらですよ。はい、オールブラックスの2324モデルのウーリーって言うんですよ。ウーリーってなんですか？俺も知らないけど。え、ウーリー、ビーニー、ビーニーって知ってる？ビーニー、ビーニーってこういう帽子のことなんだけど、こうなんかついてるのかな。ああ、これなんていう？ニット帽。うん、ニット帽、ニット帽。ウーリー、ビーニー、ビーニー。ただこいつはウーリーって言うんですよ。なんでウーリーっていうかわからないんですよね。はい、まあ以上で、このほらデザインになってたっけ、俺この前、今年のオールブラックスのデザインですよね。はい、いいですね。このこれですね。そうそうそう、こんな感じですね。こんな感じのイメージってことですよ。一筆書き、これちょっと薄いけどね、これ見えてるかな。ですね、これが今年のワールドカップのねイメージなんですよ。あの、ね、選手が着てるねトレーニングジャージとかにはすごいこのなんていうの、このデザインがすごくよく見えてるんですけど、まあまあいいや。それをモチーフにしたウーリー、ウーリー、なんか素材なのか。はい、どうぞ。ウーリーだから、うん、ウール、ウール、ウールっていうのは羊毛ですよね。違うんですよ。はい、ポリウタル、ポリウタル、うん、違います。アクリルです。アクリル製のビーニーなんですよね。はい、ビーニーじゃウーリーなんですよね。で、これリバーシブルとかではないんですよね。あの片面だけですね。でこちらで、ここは刺繍もちろんね。で逆側にもちろんこれ何？アディダス。アディダス知ってました？アディダスのロゴがこれになったんですよ。前のアディダスのロゴ知ってます？ああ、前のアディダスのロゴないかな、これないですね。前のアディダスのロゴね。いやいや、下にアディダスって入ってただけなんですよ。これ下にね、アディダスって入ってたんですよ前。あ、なくなったんですか？なくなったんですよ。いろんなあのグローバル的な、理由があるみたいなんですけどね。あのほとんどがナイキとかさ、ないじゃん。下にナイキって書いてないわ。あの印だけでそのブランドを表すよ。それをなんか目指してみたいですよ、このさ。で、あの do 運動の方はこっちで、アパレルの方は下にアディダスって書くみたいな、一応分けがあるみたいでございます。はい、で今回これは多いね、出てきたね、アディダスとかね、下に書いてあるじゃん、アディダス。今回これはですね、オールブラックスなんで、あのアディダスって書いてないタイプですよね。でもわかります、暑いんですよ、僕結構これ羽織ってるだけでマジでちょっと暑くねみたいな感じだけど、まあまあもちろんこれからね寒くなりますから、多分なるよね。なんだそうな感じするけど、なる、多分なるんで、なればですね、重宝するであろう商品というふうになっております。はい、じゃあみんなお待たせだよね。ここまで情報がある中でアディダスですよね。でメイドイン、要はあれですよね、アクリルですよ。メイドインどちらの国でしょうか？中国。ピンポーン。ちょっと待って、いい読みしてきたね。そうなんですよ、今回これね、チャイナなんですよ。さっき言ったじゃん、アディダスは結構まだチャイナ、ナイキは分かれてるんですよ。で、ね、ちょっとね持って帰った方がいい。ちなみにだけど、元々の、いや、ナイキ、まあ、いや、ナイキの話いきますよ。アディダスってあるじゃないですか。でドイツの会社ですよ、うん、なんかプーマって知ってる、うん、プーマって会社、あれ知ってました？元々兄弟が、え、兄弟が川を挟んで本社がアディダスプーマ、逆側にあるんですよ。同じだった、大元だった。そういうあのブランドタッチですよね。で結構ブランドタッチってみんな近くて、実は鬼塚タイガー、アシックス、はい、鬼塚タイガーちゃん、元々の人がナイキと一緒だった、っていうぐらい、このスポーツ業界紐解いていくと結構最初 2,3 人じゃねみたいな始めたの。それが100年以内に起きてないっていうのがすごいことなんですよ。こんだけグローバル企業なんでしょ、うん、でみんな元々は同じで兄弟だとかさ、そんな感じになってるんで、だから何が言えると、今からでもみんな遅くないでしょ、自分のブランド作ってもしかしたら10、20年後に世界的グローバル企業になってるかもしれないですよ、ね、ほらそうだ。そういうのを目指してですね、みんな頑張っていただきたいと
僕は思ってますよ。なんでそれにはですね、やっぱ中国とかね、ベトナムとか、カンボジアとかその辺のね国に行って、あの現地でね、いろんな情報を得ないと結構厳しいよっていう話でございます。はい、関係ないね、これとかね。いいんですよ。あのまあまあこれはですね、なんだろう、まだ今の時期ちょっともうすげえ暑いんですよ。今の時期って感じじゃないですけど、実はこのロゴが入った、オールブラックスって今年限りというか今年のブランドイメージなので、あのオールブラックスという意味のブランドイメージなので、結構レアでございます。なんで僕がレアって言ったかはいつか分かるかもしれませんけど、ここだけの話っすよ、この話っすよ。近づいちゃう、静かに話が近づいちゃう。あれオールブラックス、今アリダスじゃないですか。アリダスですよね、今ね、はい、変わると思うんだよね。何に？分かんない。おそらくそうなるとこうなっちゃうんだよね。オールブラックスのジャージは変わらないけど、ここが変わるって話じゃない。じゃあそうなるとこうアリダス製のオールブラックスグッズっても結構レアなよってことが言ってる。まずでここがこうなったらいいなって俺は思ってる。ナイキ言わないするんじゃないかなと僕個人的には思ってるんでね、分かんないですよ、まだ。はい、というわけでですね、全然関係ない話もしましたけど、そういう意味で激レアのグッズになる可能性もあるので、よろしければ見てみてください。こちらですね、こちらも在庫があんまないんだよね、海外系なのかな、これなので、ウェブの方がメインになってます。店舗にはそんなに、そちらの方を見ていただければウェブの方がありますので見てみてください。では